ウェイヨー、どうもかけまるです。こちらのオープニングはアート撮りとなっております。本日はですね、まあ、ある視聴者の方から DM でいただいた隠し撮り企画をねやっていきたいと思います。早速本日の企画は、日本一仲のいいカップルのオフ隠し撮りしてみたー。はい、僕たちはね自称日本一仲いいカップルなんですけど、本日はねアシスタントのまこちゃんがね1時間後ぐらいにかけまるハウスにやってくるんですけど、まあ、その間約1時間かけまるオフがあります。いや嬉しい、本当に。まあめったにそのオフというものが僕たちないんですけど、本日はねその1時間オフを隠し撮りしていきます。まあ僕はですね、まあ、YouTube 上の僕と普段の僕っていうのはねあんまり変わらないと友達にもね言われるので、まあいつも通り僕は過ごしていきたいと思います。で、肝心のツンデレ彼女なんですけど、僕と二人きりの時と、まあ、まこちゃんが来て3人になった時のその対応の違いというのをね同時に検証していきたいと思います。それでは VTR どうぞ。かけまる、おいで、かわいいね。休みが、あいつ来たら撮影でしょ今日。うん、なあちゃんの持ち込み企画。うん、何やんの？教えない。教えてや。なんか電車とか遅延しねえかな。なんか事故んねえかな。ヘビ？うん、どこで？家の近く。ガチ？え、それどんぐらいでかいやつ？あ、絶対嘘、絶対嘘。本当にこんぐらい。そんなでかい。長かった。そんなでかい。じゃあ全長だよ。せめて俺のチッチぐらいでも長さ。短い。豆や。そんなでかいヘビいったらやばいよ。本当にだって。どんぐらいのでかさ？太さ。太さ。太さだよ。長さじゃなくて。太さある。ギネス乗るならそのデカさを、ね、リアル教えて。そんなデカいヘビいたの？うん、この尻尾ぐらい。マジ？そんなデカいヘビいたらやばくない？こっち見して。やめろやめろ、髪はやばいよ。バカか。うわっ、くっさ。そんな。ハッピーバースデー今日は。一年に一回一度だけの記念日。そんな僕の手のひらを。エラコスターマジやばかったね。エラコスター？もう誰がエラ長や。ねえ、ミラコスタもう一回行きたい。エラコスター、え、これ何？負けた方何？今日の昼飯でおごり？うん、よし。ちょっと捜査確認。ダメだよ、そんなないよ。久しぶり。俺も久しぶりだって。この前やってたよ。うわ、やられた。やばい、死んだ。いやー、やばい。よー、なんで？ザコが、このクソ野郎、お前を殺す、カラス。はい、終わった。はい、はい、最後、バイバイ、はい。うぅぅ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 マジです。それリアルスマブラ。うわっ
やばい、それ一番棒ってやつマジで使える。バイバーイ。眠っ入った、入った。夢勝負。何のことやって教えてやってないんだ。違う、それはなおちゃんだから。違う。え、とりあえず一勝だからどうする。二勝だって言ったもん。あ、先に二勝したら待ち合わせるふりに。あ、やだやだ。なんで。で、一気死んだけど先に。いい。やばい、先撃たれた。うわ、上がれた。ガチ、ガチ上手くなってんだけど。マジか、やばい、死んだこれ。ごちゃごちゃし、なんでごちゃごちゃさせてんの。あ、死んだ。いやいやいや、間違えたもんね。間違えちゃったの。間違えちゃったの。よ、2勝じゃ。うん、間違えた。間違えた。じゃあ、そっか、今なしか。あ、なしか。そうだ、間違えた。これノーだ。なんだ。いや、ほう、守りなしって何。じゃあねー、ゼロダメージでーす。お、死んだじゃねーか。それなしだよ、なーちゃん。それはなしだって言ったよ。もうマジか。あ、死んだ。うち死んじゃったじゃない。やめてよ。あ、ねえ、ぐちゃぐちゃ。勝っちゃうよ。勝者の言うこと聞くの。はい、聞きます。はい。勝ったー。はい、じゃあゲーム始まるね。勝ったー。強くなったね、おいで。はい。元気したね。強くなったね、なあちゃんね。よかった。じゃあ、ヒューミシカを打ってあげるから。やっほー。おいで、はい。なんで来ないの。食べていいの。死んだけど。え、くれるの。虫。食もう、危ない。なんかよかも。踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、 LINE の武器入れて発明して、そんな発明王に俺はなる。ウケよ。よし、いけるわ。じゃあ行きますか、本番。いけるか。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。頼む。いけないか。膝痛いけど、これいい角度じゃないの。折れる角度。踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、 LINE のブッキング決定発明して、そんな発明王に俺はなる。来た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 。かけまる。Yeah.
マジらしいね。もうこんなテンションから始まるの？え、今日声も聞こえてないよ。熱いだって。いや、歯切るこいつら。おい。お前ら今回人気るらしいですね。うちらしい社長。決めるのはお前じゃねえ。かけまる。何時から10分後？うん。来るわけないやん。じゃあカニちゃんとやってくるわ。いったらこれな、10日記念日なんだけどどこ行こうかなって。え、10日？え、そうじゃん。4年やばっ。だからさ、多分さ4年前の今頃とかうちらめっちゃ恋話してたよね。してた。うちら4年前から一緒にいるってわけなくて、確かに絶対さホテルより温泉だよ。あー確かに、そうだね。旅館とかじゃない？栃木とか。え、それ今言おうとしたのか。やば、鬼怒川温泉とか。うん、マジでいいとこあるわ。てか、なんでうちらこんな近くにいんの、いつも。いつもさ、飲んでてもさ、同じブースいるよね。撮りましょう、撮りましょう。おめかし。する。しちゃいけない。早く、早く撮っちゃおう。ノリノリなローラーコースター、生まれつき。かけまる。はい、行きますよ。いや、ちょっとななちゃんの企画を撮る前に僕から一言あります。はい、ということで以上検証動画でした。え、何の？どういうこと？気づかなかった。何？分かんない。何？怖い怖い。何何？本日なんとかけまるカップルのオフ隠し撮りしてました。今来るまで。そう、まこちゃんが来るまでに1時間、まあ、時間があったじゃん。え、ずっと撮ってたの？そう。最初から？どこから？え、スマブラやる前ぐらいから回してた。ななちゃんがお化粧から帰ってくるちょうど回して。クリームカットで。いえ、しません。はい、ということでね、今日は3人で。しない、しない、ぐりぐりぐり。マジか。え、でもね、かけまるのその2人の普段どういう生活をしてるんだっていうのを無理視聴者さんから来て、うん、まあ面白そうだなと思って。え、うち戻られてた？マコはほんのちょっとしか映ってない。あー、最後の辺しか。マジ無理。俺はさ、なんかさ、実際カメラとさ普段のあんま変わんないじゃん俺。まあなんちゃんは結構、まあなこいつ結構やばいですよ、ね、そうね、全然全然。マコは、マコ終わった編集なんでできないの？ブラそんな怖くないだろう。ブラッキューを減らすさはい、ということでどうでしたか？どうでしたかってそっか、わかんない知らないし。じゃあ僕がこれ全部編集するんで楽しみにしててください。はい、3人とも、はい、2人か2人俺も楽しみっつって、ね、笑ったはい、ということでこの動画がいいなと思った方ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタとツイッターのフォローと TikTok にも達成してもぜひよろしくお願いします。お願いします。であと、そう TikTok チャレンジね、まあ、ずんあとね、なんでさ、今自分なんでうちに冷静に。はい、あとね、TikTok チャレンジを僕たちやってるので皆さん、ハッシュタグかけまるたくさん舞台をつけて皆さん、どしどし投稿待ってます。あとね、サブチャンネルをね、最近開設しましてまこちゃんが編集頑張ってるので、はい、皆さん、チャンネル登録とご視聴お願いします。お願いします。ということで、何撮るんですか、この後。まあまあ、次のね楽しみだな。皆さん、次回の動画も楽しみにしててください。はい、多分カックンは鼻血が出るような企画でしょう。あら、そういう感じのやつね。え、なに、殴られた話をしてみて。バイバーイ。バイバーイ。え、そだけ教えて殴られて。マコ、包丁用意してうちロープ用意する。オッケー。